どうも、デコボトーチャンネル、マッツです。マリです。今日は、はい、まあ、巷がね、ちょっとこう、まあ、有名になってきたというか、うん、初心者の方でも気軽にですね、投資ができるということで、はい、LINE 証券について。おお、LINE 証券、はい、はい、今日は解説をしていきたいと思います。気になってました。はい、気になってました、うん、で、このチャンネルでは具体的にその投資の解説とか、うん、まあ、こういった証券会社の比較とか、まあ、そういった投資にまつわる情報っていうのを動画で出していきますので、よければですね、チャンネル登録お願いします。お願いします。ということで、LINE 証券について解説をしていきます。今日の流れとしては、そもそも LINE 証券って何なのっていうお話ですね。そして、じゃあ初心者 LINE 証券開いた方がいいんですかという、うん、まあ、おすすめかどうかの、解説、うん、そして最後ですね、はい、具体的にちょっと解説してみようと。お、誰が？はい、マリちゃんが。私が。はい、証券口座持ってます？ LINE 証券ですか？ LINE 証券です。持ってないです。後半に関しては具体的に LINE 証券をこう開いてみて、まあ、こう解説する時の、まあ、そのシーンっていうのを、まあ、動画に収めて、まあ、皆さんのこういう風に解説すればいいんだなっていう、まあ、そういった参考に、する動画になればなと思います。はい、一つ目ですね、そもそも LINE 証券って何なのってことなんですけども、まあ、もう読んで字のごとく、うん、はい、LINE が提供する、まあ、証券口座の、まあ、サービスですよね。で、まあ、普通に楽天証券とか SBI 証券とかと一緒で、まあ、証券会社になりますので、まあ、株買ったり、投資信託買ったりっていった、まあ、そういった普通の証券会社でできることが、まあ、スマホでできると。でもスマホでできません？他の証券に。はい、スマホでできます。ただ、まあ、楽天証券とか SBI 証券っていうのはいわゆるネット証券って言われていて、まあ、そもそもはそのネットでアクセスして、そしてそこから取引をすると。そこからそのアプリを使って取引できるようになったんですけども、この LINE 証券っていうのはですね、もうメインがスマホです。あ、まあ、つまりスマホ証券って言われる、うん、まあ、そういったもう最新の、うん、まあ、最近多いタイプの、証券会社になります。ちなみに他にスマホ証券ってあるんですか？まあ、例えば SBI ネオモバイル証券とか、あと、アメリカで流行ってるロビンフッドっていう、証券会社ですね。これも、いわゆるスマホ証券って言われるものになりますね。で、他の証券会社と比べると、もう20代の若い世代が、まあ、スマホを使って取引しやすいよっていうことで、まあ、ネット証券ではナンバーワンの、まあ、評価を得てるんですかね、うん、で、この LINE 証券の特徴としまして、はい、まあ、まずは一株から投資ができますと、うんうん、まあ、なのでもうほんと数百円単位で気軽に投資することができますと、はい、はい、そしてこの証券会社利用するときって手数料かかるんですけども、この手数料は業界最安、 LINE なんでね、うん、LINE Pay やあとは LINE ポイントに対応していて、うん、まあ、例えば溜まってる LINE ポイントで投資するとかっていうこともできると、うん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 、で、そして最後ですね、はい、これがまあ他の証券会社と一番違うかもしれないところなんですけども、口座開設とするとなんと3株もらえちゃうと。無料で？無料で株がもらえるんですよ。お、これいいですね。そう。はい、まあ、いわゆるその、まあ、なんですかね、株もらえるかってちょっとこう解説する人が増えるっていうのもあるんですけども、まあ、その自分のお金をこう使うことなく投資ができちゃうっていう、まあ、そういった意味では、まあ、非常にいいサービスなんじゃないかなと思ったりしますね。これちなみに3株もらえるっていうのはキャンペーン期間中だけなんですか？まあ、これはおそらくキャンペーン期間中で、まあ、しばらくしたら、まあ、いずれかはもらえなくなると思いますね、うん、はい、まあ、なので期間限定かもしれないんで、もしこの3株欲しいって人は早めに申し込みをした方がいいかもしれません。で、この中で取り上げたいのが2つで、手数料と、まあ、3株もらえるっていうことについてなんですけども、手数料の割合ですね、がここに書いてますと。うちのチャンネルでもですね、楽天証券、SBI 証券については解説してますが、まあ、ここに書いてある通り、 LINE 証券は株を買うときですね、は、手数料が0円になりますということですね。ただこれはちょっと補足があって、今 SBI 証券とか楽天証券ってその株の取引が100万円を超えなかったらですね、うん、今0円なんですよ。まあ、だからちょっと条件ありきですけど0円にはできるという話なんで、まあ、ここに関してはそんな大きな差はないかなって個人的には思っちゃったりしますね。まあ、LINE 証券開いておくと、まあ、LINE 証券に関しては常に購入手数料は0円になるんで、まあ、例えば楽天証券で100万円超えちゃうとね、手数料が2000円ぐらいかかっちゃうんですけども、うん、それもないのは LINE 証券の強み、うん、口座開設で3株もらえるっていう話ですね、うん、で、これに関してはまず開設はしなくちゃいけませんと、うん、で、開設した後にすぐもらえるわけじゃないんですよ。これ実はクイズに
答えないといけませんと。クイズ？はい。それをクイズのレベルはどれぐらいなんですか？で、これクイズに関してはちょっと僕は定期的に変わるかわからないんですけど、割とこの LINE にまつわるクイズだったりします。まあ、例えばあの LINE を使ってなんかその求人に応募できるとか、 なんかアルバイト探したりできる、そういった機能を何て言うでしょうとかっていう答え、 LINE バイトみたいな。あ、なるほど。あのね、ぶっちゃけこれはあの LINE 証券のね、あの方が見せたら申し訳ないんですけど、ネットパワーパワーパワーって調べたら答え出てきます。うんうん、なので、まあ、ほぼほぼクイズに答えて、しかも正解しないといけないんですけども、まあ、時間をかけて調べれば、もう全問正解するんで、まあ、ほぼ 100% 参加部はもらえると思います。余裕ですね。はい。で、最大参加部もらえますっていう話ですね。はい。これが楽天証券の、まあ、概要になります。うん、じゃあそもそもですね、投資をこれから始めるとか、まあ始めたばっかりって初心者の方におすすめできるかどうかっていうと、まあいくつかおすすめできるかなってポイントはあります。一つ目はデザインがシンプルで、まあ使いやすいかなっていう感じはします。はい。例えばその株を取引する画面とかっていうのはこんな感じ。もう値段でチャートって言っても株価の値動きですね。で、下にはそのいくつかのその会社の、まあ何ですか、あの状況が書いてるっていう、どっちかというとコインチェックみたいな感じの、なんか見やすさメインの、はい、そういったデザインで購入するときは、まあ右の画像ですけども、まあ実際に100株で買いますか、それとも1株で買いますかっていう、まあそういったパッと見たらどこ押せばいいか分かるっていう、そういったシンプルでかつ分かりやすいデザインになってますと。でもやっぱその株買うときってこの購入手続き結構難しいんですよね。ああ、まあそうですね、うんうん、実際に株買うときに、まあ、例えば差し値なのか成り行き注文なのかとか、まあ、あとはその購入区分って言ってね、実際にニーサで買うのかとかね、うん、一般で買うのかとかっていろいろ選ばなくちゃいけないですね。はい。なのでこれ結構シンプルでいいなと思いますね。まあ、買いやすさはやっぱありますよね、うんうん、おすすめできるかなっていう2つ目ですね。これに関しては、まあ、あの投資とか経済のその情報っていうんですか、うん、まあ、ニュースとかですよね、こういった情報収集がしやすいかなと思います。 LINE 証券の中で LINE 証券を使ってるとですね。これどういうことかっていうと、例えばあの自分がその投資する、まあ、株を探したい時にあの、まあ、例えば割安な銘柄とか、あとはそのいい優待を出してくれるその人気な優待銘柄とか、まあ、そういったちょっと まだまゆちゃんには早い話かもしれませんけども、こう株をこうカテゴリーで探していくときに、この20種類以上のなんか配当が高いですよとかって、そういうカテゴリーを記載した中でもいい銘柄っていうのをこうパッてこう出してくれるんですよ。すごい。だから例えば自分は優待目的で買いたいからっていう場合、その優待でもランキング上位な企業が出てきてくれるから、まあその中でなんか自分の欲しい優待の銘柄を買うことができるので、だから株というかその投資するときにその選択のしやすいような情報っていうのがもうパッと手に入る、まあ、そこはいいところですね。はい。で、僕ら投資をするときにやっぱりその会社のその成績っていうのは気になるわけじゃないですか。で、この会社の成績っていうのは決算という形で、まあ、四半期に1回必ず発表されるんですけども、これですね LINE で届くんですよ。おお。はい。まあ、自分が株買ってたとしたら、その LINE 上で今回の企業の決算はこんな感じでしたみたいなレポートが届く。それは買った企業のみですか、それともお気に入りに入れてたら届いてくれるってことですか、うん、どうなんですかねで、そこに関しては自分が買った株か、うん、それかお気に入りに登録した銘柄の決算情報っていうのが届くらしいです、うん。まあ、ということで、まあ、気になっている銘柄があればお気に入り登録しておけば、うん、こう決算が LINE でバンバン来ますから、うんうん、まあ、それ見てちょっとこう、まあ、決算いいじゃん買おうかなとか、うんうん、ちょっと決算悪いからもうちょっと待とうかなみたいなっていう感じで、まあ、すぐに判断しやすいっていうのがいいところかなと思います。なるほど。はい。逆に楽天だと何で来るかっていうとメールで来るんですよ。ああ、登録してるメールに。そう、自分の買ってる企業とかお気に入れている企業の決算が近づいてくると、はい、まあ大体なんか 1,2 週間前ぐらいにメールが届いてくるんですけど、正直ねメールだと、まあ、見ないんですよね。見ない。はい、うん。でしかもいちいちそのなんていうんですか、そのあの普通にネットにアクセスして行かないといけないんで、うん、まあちょっと面倒くささはありますよね、うんうんうん。
うん、でも今回それに対して、まあ、LINE の、情報っていうのは、まあ、そのちょっと見やすい感じで、うんうん、はい、まあ、コメント付きで、まあ、パッてくるので、うん、まあ、そこまでなんかその何ですか詳しくやりたくないっていうか、うん、まあ、軽くやりたい人にとっては、まあ、何ですかその決算をこう気軽に見れるっていう意味では、うん、まあ、いいのかもしれないですね、うんうん、ということで、はいはい、LINE 証券の解説が終わったんですけども、まあ、まとめると、はい、初心者の方でも使いやすくって、うん、そしてまあ見やすさもあって、でかつ手数料もまあ安いので、まあ、個人的にはちょっとこう軽くこう株に触れてみたいとか、うん、あとはまあぶっちゃけね3株もらえるからっていう、うん、まあ、そういう目的でもいいと思うんで、まあ、無料で解説できますから、はい、まあ、作ってみてもいいのかなっていう、うん、まあ、そういった、はい、そうですね。でもなんか投資家さん、もともと株投資をしてる投資家さんからするとどうなんですか、 LINE 証券。まあ、ぶっちゃけそのね、投資を頻繁にしてる人間からすると逆にですね、もうちょっと情報が欲しいんですよ。企業の情報、企業の情報とか、まあ、経済ニュース、例えば僕楽天証券使ってますけど、楽天証券ユーザーっていうのは日経新聞をまあタダで読めるサービスがあったりとかしますから、うんうん、まあ、そういうもっと踏み込んだ情報収集をしたいっていう人は、うん、あの物足りなくなっちゃうかもしれない。あ、なるほど、はい、でも株を始めるきっかけとしてはいいですよね、3株もらえるってことは。そうですね、もうタダで株がもらえて、でしかもなんていうんですか、まあ、使いやすさもあって、うん、まあ、それでちょっとこう経験積んで、うんうん、で株式に慣れていくっていうためのツールなのかなって思ってるんですよね。やります。じゃあ作りますか。はい、ということで、はい、実際にでは後半のパートはマリちゃんに LINE 証券をこの場で作ってもらいますので、うん、皆さんも興味がある場合はもう真似したら作れるような状態にしてますので、後半は講座を実際に解説するパートになります。はい。